どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちらやるぜ、3月のクエストジャンダンダンダンレベル15挑戦していこうと思います。超重力濃厚、制限時間30分、バトル回数21、終わってます。絶対むずいなら、こっちもこれを使うまでじゃないか。ちょっとこんな感じかな。いやこれニューランナーも打ててないからな、ドキネさんめっちゃ怖いし、ガブガブで、うわー。さあということでレベル15やっていくんですが、ちょっとダンジョン難しすぎたんで編成変えました。これがクリアした時に使った編成になるんで、もうガチです。一応動画はね、初見攻略を紹介しますが、ちょっとダンジョン難しすぎてそういうノリのダンジョンじゃないんで、もう先にガチ紹介しておきます。ウルトナ、遅延2つリタチェンにショーテル継承ですね。はい。そしてニューガンダム、スキブ、遅延物に HP 強化、アシストがハンマユージロもしくは死神の笛ですね。これが HP 強化3つに、遅延3ターン以上打てる武器になります。で、代用としてはここを遅延3ターン以上でかつ HP 強化2個持ちの武器でいいです。まあ、その代わりボスが安定しなくなるんで、このティリーをアマージュに変えてあげるとか、あとはボス階層でしっかりスキルダメをしておけばなんとかなります。はい。まあ、一応この通り組んであげるとめっちゃ安定しするのでおすすめです。はい。もう負けなくなります。パティ、遅延2つ毒目覚めにアマージュ継承ですね。スキブに遅延 HP 3つ持ち武器です。からの大きいスキブプラスに HP 強化、3突に遅延2つがおすすめで、ティリー武器継承ですね。スキブとチーム HP2 個持ち武器です。アシストとしては一切使わないんで、スキルレベルは絶対に1でお願いします。スキルレベル絶対1でお願いします。で、挑戦、スキブ、遅延6つに、まあ、好きな軽減とか HP 強化とかつけてもらって、マグニート継承です。ここまあ一応甘小積みでもいいんですけど、マグニートの方が絶対安定します。はい。で、ウルトナ、遅延6つにバランスキラー、そしてショーテル継承って感じです。難しすぎます。これでギリギリ勝てるぐらい。道中は結構ご了せるんですけど、ボスの HP がやばくて、ボスの HP さえ耐久できる編成なら勝てるっていうダンジョンになってます。バカむずいですけど、実際に使っていこうと思います。やっていきましょうかなっていう感じですね。実際に1階層からやっていきます。それでチェーン入れてあげて、ニューガンダム撃ちます。ウルトナ変身、ウルトナ変身、エリオ変身、パティ変身、1コンボ3回組んでから倒します。ねえやめて、どうせ火力じゃないから。はい、1コンボ、フレンドが打って1コンボ、しばくね、マジでしばくぞ、ほんまに。なんやねんこれ、ボケが。この落ち込みいらんねん、今は。後で来いや。で、リーダーが撃って、ニューガンダム撃ちます。これで完璧。軽減も発動できて、殴っていきましょう。まあ、ぜひね、またね、編成迷っている人はですね、今日ね、ウルフデイトなロイヤルノーチェラスの最強サブ解説動画、動画で紹介しております。もし気になった方、そちらチェックしてもらえればね、すごい編成組みやすくなると思いますので、よかったらチェックしてください。まあ、とりあえずこれで倒していきましょう。さあ、2階層です。2階層、盤面ロック。ちょっと、やめてください、困ります、お客様。ねえ、ロックはダメって言ったでしょ。今本当にね、今日こんなにさ忙しくなると思わなくてさ、友達が泊まりに来てるからさ、何が何でもね勝たなきゃダメなの。今日はユーコル勝たなきゃダメな日、これで勝たなきゃダメ。本当に勝たないと、友達家に呼んだくせに、わかる、え、ごめん、動画撮んなきゃ、みたいな状況なの、今。わかるでしょ、言いたいこと。勝たなきゃダメなんだよ、今日はな。行くぜ。マインド体制、完璧です。パーティー!ウルトナ。殴っていこう。しかも今さ、マジで全然ごめんね、チャレンジ関係の話で申し訳ないんだけど、友達風呂入っててさ、上がるじゃん。俺の実況全部聞かれるんだよね。死にたくなるやん。何が何でも、一発クリア。いや、一発クリアじゃないんだけども、制限時間残り30分です。ちょうどこの残りタイマーが切れるぐらいには終わらせないとやばい。 OKOK、 いいね。これパティで2ターンダブル吸収無効なんで、毒目覚めは完璧。からのウルトナを打って倒していきましょう。いくぜ、こうでしょ。これで圧倒的火力15コンボ、破壊ナンバーワン、オーケー、突破していこう。さあ続きまして、5階層ですね。5階層遅延です。
ウルトナが食らっちゃうんですよね。これ1ターンはウルトナなしで殴っていきましょう。ここだけね、1ターンね、気合です。もし欠損してる場合は1ターン耐久になります。ごめん、でもここ耐久したことないから、もし耐久できない火力だったらすまん。多分耐久できると思うし、まあ、今回光の2ウェイ行くんで、ニューガンダムの火力で倒していこう。オゲイ、突破していきます。ナイス。さあ続きまして6階層です。ここはエリオからのウルトナで破壊していきます。チーン、やめてもらってもいいですか。すいません。ここを普通に倒すのがいいのか、それとも1ターン耐久した方がいいのかが分かんないので、このまま殴りますって思ったけど、次アグニだったらめんどくせえから、まああれか、ここ1ターン普通にやった方がよかったかもな。分かんないわ。さあ続きまして、7回そう、マグに引くんだよね。引かないんかい。じゃあいいわ。君ら一生遅延しかしてこないなら、じゃあもうそれでいいよ。好きにやりな。お前ルーレットだろ、しかも。ナイス。お前クソいいやつじゃん、マジで。しかもめちゃめちゃゆっくりやん。超使いやすいやん、このルーレット。お前味方やん、じゃあ。最高。木の三葉のこと、これから神様って呼びます。木の三葉、付き合ってくれないか、マジで。お前が一番優秀だよ、本当に。ありがとう、感謝。パンパンしていきます。ありがとうね、日の光さん。本当にありがとうね。マジ助かる。8階層。いやいやいや、こんにちは。俺知ってるよ。だって、この裏異形のこの女2人はさ、クソ有能で有名じゃん。ね、こいつは指伸ばしてくれるし、日の光さんはルーレットくれるし、え、こんだけ指伸ばされて、しかもルーレットこんだけ遅かったらもう天国でしょ、これ。なんだこれ、ヘブンか。よいしょ。こんなん強すぎでしょ。負ける気がしない。勝ったな、これは。13コンボ、14コンボ、15コンボ。さあ、これで殴っていきます。ワンパーン。さあ、続きまして、9階層です。ここは先乱れていきましょう。ウルトナ打ちます。なんか階層変わってる ?1 階層スキップされてるよ。そんなことないよね。9階層だよね、こいつ。あんま覚えてないんだけど、なんか1階層飛んでる気がするんだけど。押せ?あ、いや。ニューガンダムの打ち合わせだけ注意しながら殴っていきます。残り4ターンね。了解。ここもワンパンしていきましょう。オッケー。ドラキュラ乗るんで最強です。さあ、10回そう。グリフォンライダー、お前やめろ。お前は嫌いだ。俺はお前のことが嫌いだ。やめて。そんなことせんといて。でもね、そのね、その位置のルーレットはギリ味方かも。この位置だけはギリ味方かもしれん。ね、この位置のルーレット2個は許せるわ、全然。なんなら欠損時とかすごい助かるしね。もはや味方じゃん、お前。ナイス。有能。突破です。オーケー。さあ、続きまして、11階層です。いずいず、絶対ワンパン。ここ、杖見せらなかったらワンパンできるんで、杖見せらずにワンパンしていきましょう。半分時、毒花火してきてうざいんで、絶対ワンパンします。ちょ、いきます。いくぜ。早すぎルーレット。お前、早すぎやって。おれい。まあ、1個火の杖をおまけで組んであげて、ちゃんと火力出してワンパンしていきましょう。16。18。さあ、これでワンパンしていきます。絶対ワンパン。ナイス。火力高いな。OK。続きまして、12階層。ここでゼラ撃つの。ここでゼラ。こいつめっちゃ強かったから、ここでゼラ撃つ。で、これで確実に倒していこう。こいつめっちゃ強かったんだよ、さっき戦ったら。ここのために、まあニューガンダムの軽減でもギリワンチャンいけるのかな。一発で半分まで持っていけるならいけそう。いけないんだったら軽減、あ、遅延あった方がいいと思う。一発で持っていけるなら大丈夫。いや、これね、遅延あった方がいいと思う。だからね、今回みたいにゼラに遅延積んであげて、間違えた、挑戦に遅延積んであげて、ここの対策してあげた方が安定すると思います。で、2パンで、合計4パンで倒していきましょう。こいつめちゃくちゃ硬いからね。OK。めちゃめちゃ頑張れば一発で持っていけんのかな?それも試したいんだよね。持っていけるとしたら全然ありだと思うし。どうなん?めちゃめちゃ全力組んだら持っていける ?14。持っていけるんだったらダメ。持っていけるんだ、一応。じゃあワンチャンはあるかもね。さあ、13階層です。あと、マシンキラーつけれるなら、マシンキラーつけて、マシンキラーじゃない、あいつ、あれだよね。何キラーだっけ、強化防水キラーだっけ、つけてあげたら安定はしそう。
マンティコーアさん、よろしくお願いします。お前もルーレットめっちゃ遅いイメージがある。めっちゃ遅いね、マジで遅い。さあこれで 2way 含み分けながら殴っていきます。まだ8分ぐらいか、いいね。あとはここ以降に新キャラがいなければ安心なんだけど、ここまではなんとかなるのは分かってる。こっから初見、完全初見の、ここら辺から雲耐性積んでないんですよね。駒は食らいます普通に。そうなんだよね、この雲結構害悪じゃない。これで完璧っしょ。これでしっかりと火、光、火、かつ水も組んであげて12コンボです。ここは1ターンだけ気合で頑張りましょう。パー。さあ続きまして15回走。はい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 。で、ここもワンパンしていきます。量が溜まっちゃいそうなのがちょっと気になるところではある。しっかりと火と光の 2way 含んであげて12コンボです。13コンボ、14です。15です。これで突破していきましょう。 OK。 さあ続きまして16回走。できれば今回で勝ちたいのはヌン。懐かしいな、ヌン。バカ懐かしいキャラ出てくるやん、やば。あと難易度高すぎこのダンジョン、今更だけど。これもうウルドナ専用ダンジョンやん。難易度高すぎだろ普通に。強調チャレンジくらいの難易度あるんじゃない。それは言い過ぎか、さすがにそれは言い過ぎ。いやでも本当にそのクラスの難易度じゃないね、いや本当にそのレベルじゃない？マジで。全然同じぐらい難しいと思うんだけど、17階層。来たね、始めようかさん、よろしくお願いします。ここはしっかりと襟を打って殴っていきます。はいはいはい。OK、OK、OK。ウルトナ打ってあげて、襟を打ってあげて、挑戦打ちます。絶対ワンパンしたい。こいつはめんどくさいイメージしかないから、絶対ワンパンしたいんで、とにかく全力で組みます。完璧でしょこれ。これでとにかく 2way 含みまくってあげて、エリオも打ってあげて、14コンボの15、どうですか。いや結構余裕だった、だいぶ HP 余裕だった。これで突破で、ここからね、ごめんちょっと覚えてないんだよ俺。はい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 、何でしたっけ。ふんふんふん、なるほど、了解です。え、なんでしたっけ、あなためっちゃやばいキャラですよね。印象には残ってるんですけど、何してくるか覚えてなくて。花火とかですかね、猛毒花火とかしてきました。僕毒耐性積んでなくて、実はごめんなさい、僕毒耐性積んでないんですけど大丈夫そうですかね。はい、ポイズンワールド。はい、全然はい。ああ、もうどうぞ、そんなんはもういくらでもやってもらって、優しい攻撃なら全然いいんですけど。何してきましたっけ、ちょっと全く覚えてなくてですね。こちらなんかこの後に毒花火とかする予定ってあったりします。一応あ、デッドリーコンボは全然52。ああ、デッドリーコンボで、ああすいません、ありがとうございます。本当にもう本当デッドリーなお方なんですから、ゼブンさんは本当に。誰こいつ、名前知らねえんだけど、なんて呼ぶの。名前知らないってやばいよな。ゼブンっていうらしいですこいつ。ええー、医療でワンパンしていきましょう。え、硬すぎ。はっ、うわ、やばそう。やばそう。はい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 。まあ、それは予想してた、なんとなく。これ、パティ打っちゃおうか。で、ウルトナ打って、でね、軽く出したくない。発狂入りそう。OKOKOK、全然大丈夫よ。全然大丈夫よ、挑戦いるからね。 OK、 襟を打って2パンしていこう。硬いなこいつ。あ、ルーレットも消えちゃったんだけど、ここだね、絶対ここに入れてあげて、水の火力も大事にしていこう。さあこれで14コンボ、15コンボ、いやヒヤッとしたけど倒せたら OK。 2パンしていきます。めっちゃ硬いね。さあ続きまして19階層です。わー、こんにちは。やばそうかも。
エリオ一発チャレンジってこと？うわー、倒せなかったら終わりか。だったらこれリダフレのウルトナ貯めた方がいいね。まず1回6解除します。リダフレウルトナ貯めてから突破やね、これ絶対。うわー、これ外れるのかな。多分エリオも打ちます、もちろん打ちます。いや、外れっぽいなこいつは。でも倒してくれれば何でもいい。倒せば当たりだから。さあ、もうこれでしっかり火の2ウェイ含んであげて、全力殴り15コンボ、ワンパンできなかったら負け確です。あー、負けた。何やったん？え、何やったん？負けを確信したのに俺。お前そんな行動あったんやな。初めて知った。まあでもこれで継続突破していきましょう。さあさあさあ、残り2階層。まあ実質次の階層がボスじゃなかったっけ多分。え、もうボスじゃん。ヨグさん、よろしくお願いします。いや、それは初見だときついですね。とりあえずニューガンダム打って一発咲いてください。一発だけ、一発だけお願いします。一発、一発で。なんだマジでこのヤバいダンジョンは。おい、マジでもう編成ゴリゴリに変えてきたぞ。舐めるな。 HP370万、舐めるなよマジで。俺のことを舐めるな。あまり、これは有効だぞ。お前らから編成難易度高すぎますとか言われても関係ねえんだよ。マジでボコボコに。やばいよ、これマジで。おい、春道。アマージュ、アマージュ、マグニート。リダフレはショーテで変わらずですけど、HP 盛りまくってます。とにかく HP 持ったのもう。てかね、そうでもしないと無理だよ、これ。ほら、143万だよ。ちょっとみんな回復量見てていくよ。マジ、チェック。チェック、マイ回復量。ちなみに、1個思ったのが、あのね、結構ちょっと手前の階層とかで耐久できたりすると、パティの上とかにアマージュつけてあげるとこれ貯めれるんで、これ貯めてあげるとボスの安定感増えるかも。148万、やばくない？超えてます。ただね、ネタバレするとちょっとみんな行くよ。この右上見てほしいんだけど、はい。ボスじゃないんすよこれ。ボスじゃないんすよね。これボスじゃないんすよ。ね、マジで。ひたすら1コンボ組んでいきます。1コンボじゃない、殴っていきます。発狂ラインが全く分かんなくてマジで。発狂ライン注目しながらここ殴りたい、一発でも。時間は長いから落ち着いていける。とりあえずこれで発狂に入ることは絶対ないから、どんぐらい削れるか見たいね。様子見殴り。ニューガンダム打ち忘れない限りは無限耐久できます。いや、これね、倒しきれると思うんだよね、この HP は。と言いつつ、待ちましょう。アマージュも貯めたいですし。相手の属性も悪いので。いいんじゃない闇は。闇いけそうだよね。ニューガンダム打ちます。めっちゃいけそう、これ。これで倒そっか。いきます。ということで、ここは全力で組んでいきましょう。で、倒しきるよ。さあ、これで頼むよマジで。まず突破は絶対してくれ。これ15コンボ、どう？ OK、 突破はできた。さあ次ボス。やばくない？闇ログまだいるんだよ裏に。で、でも大きい挑戦、パティ、ここら辺全部使えるようになるので、ひたすら頑張って耐久していこう。150万ダメージ、まだ HP 的には余裕あるかな。ニューガンダム打ち忘れして負けるとか本当に笑えないから、絶対に打ち忘れないようにしていきます。
一応アマージュが1枚打てるので、ここで HP は管理できる。で、たまり次第マグニートも打てるから激減対策もできる。本当に発狂踏むか踏まないかの話だと思う、これは。そう、バインドとこういうことしてきます。遅延はやばいけど大丈夫、大きしか食らわないから大きは食らってもいい。そっか、遅延耐性が2個ないとダメなんだ。とりあえず今はニューガンダムに集中、絶対に。実況はね、適当にあります。ニューガンダム打ち合わせるだけないようにしながら殴っていこう。トーテルの力でひたすら殴り続けます。ドラゴンキラーが乗るんで火力は毎ターン入るはず。あとは本当に発狂入るかどうかだよね。これだけ怖い。ニューガンダムは残り3、この意識絶対頭に入れとこう。ニューガンダム残り3ね。とにかくボス階層を殴り合いできる HP を確保するかみたいな感じだと思う。でこいつ半分で超根性あるんだけど、超根性行動はないです。特に固定だった、さっきやったんだけど。もちろんこれテイク2なんで、ね、この攻撃があると思ってないから。ウルトナ打ちましょう。これ1ね。こうかな。これでとりあえずはニューガンダムの軽減で耐えれてるから、発狂ラインギリギリまではこのままニューガンダムで殴っていこう。ただちょい下振れてるんだけど、攻撃的には光の時だけ上回ってます。130万。ニューガンダム次絶対打とう。ニューガンダム次絶対打つ。ニューガンダム絶対ここ打ちます。こいつが変わった行動してきても焦らずニューガンダム打つよ、絶対に。光の上ミスってるけど、まあまあいいでしょう。16。発狂踏みそうな時はアマージュ合わせてあげて殴ると強そう。ニューガンダム打ちます。ちてやばい。いや遅延ね、オッケーオッケー、離れた。それもウルトナ打ってあげて、ニューガンダム打ってあげて、今日が近いっすね、そろそろ。これでどんぐらい削れます？ちょっと様子見。15、16。微妙。なるほどな、マジで。まだ削りきれなさそう。こうかな。これぐらいで火の杖来ない限りはいい調整だと思う。やばい？いや大丈夫でしょ。 OK。 いやこれね、絶対ね、ここでもう倒すしかない。これアマージュ打って1ターン耐久、ウルトナダブル打ちで突破、それしかない。でここアマージュで1ターン耐久します。絶対盤面整理、綺麗に盤面整理しよう。水はそんないらないな。アマージュのダメージ無効を利用して1ターン盤面整理します。 OK。 やばい、めっちゃ緊張してる今。 OK。 ここでウルトナ打ちますからのウルトナ打ちます。さあ勝負いくぜ、絶対に倒す。相手ミス属性、まあ、ちょっと待って考えさせてね。ここでリスクを取らずに1ターン待てば絶対に勝てるんで、これ待ちましょう。俺はリスクを取らない男、その方が頭いいと思う。なのでこれ待って、ごめんみんなね、相手が水なら話は別だ、ここリスク取りません。多分ね倒しきれると思うのけど、リスクを取りたくない。いやでも倒せるか、さすがに、さすがにいけるか。さすがにいけるよな。いやでもリスク取りたくない。だって別に待てば勝ちだもん、焦んなくていいじゃんね。うん、いや待とう。激減打ちます。いやこれ別にね倒しに行ってもいいんだけど、ここでリスクを取るんだったら待った方がいい絶対に。
ここで頭使えるのが実況者じゃないとダメだよ。 OK、 激減でもう一段耐久で、次何属性になるかなんだけど、ここでもし火になった場合はもう勝負。火以外よし、 OK、 よし行くぜ。ウルトナ打って、ウルトナ打って、挑戦打って行きます。完璧、よし、これで火の3セット、光の2セット、水の2セット、リダフレのウルトラの上限解放17、18、しゃー、クリア。ということで今回は、3月クエストレベル15をクリアする動画でした。いや最後待ったの偉いよ正直。あのね、バカ、あのね、これね、石15個取るために石15個使うかもしれん。もうめちゃくちゃ難易度高いし、めちゃくちゃ難しいんだけど、その代わりこんな感じでクリアすると石15個もらえるんで、まあ、ぜひ組める人はね、挑戦してみてください。ということで今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。